今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回も前回に引き続き錦市場デリバリーサービスのお話を伺います。事務所で宮崎智子さんにお話伺います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、この錦市場デリバリーサービス、こう皆さんにだいぶおなじみになったかと思うんですが、今一度どういうものか簡単にご説明お願いします。はい、錦市場ではですね、地元のお客様または観光客のお客様にですね、錦の食材またはその他の商品をですね、半径3キロ以内のお客様に基本お届けすることが可能となっております。半径3キロ以上距離が出る場合でも、追加料金の方をご入お支払いいただければこちらの方お届け可能となっております。ああ、そうですか。はい。そして、その日のうちにお届け願えるってそんなことでしょうか。そうですね、その日のうちにお届けできますので、はい、美味しい商品がその日のうちに食べれるということでございます。そうですか、ドアトゥードアっていう感じですね。そうですね、はい、さあ前回は、ご飯のお供を伺いました。宮崎さんが大好きっていうね、そのご飯のお供、はい、皆さん大好きです。さあそしてメインのお惣菜、はい、どういうものがあるんでしょうか。お惣菜はですね、はい、今またね、家のおこもりがなってくる、またね、季節になってきて、まあ、寒いですし、そうですね、まあ、やめようか出かけるのっていうこと多いですよね。そういう時に、はい、これちょっとちょい飲みセットみたいな感じで皆さんはお家でちょい飲みでぜひ食べていただくのはどうかなという商品がかなり揃ってます。串物いいですね、いろいろありますね。はい、そうなんです。なんでこういった商品とか、はい、あとは、まあ、それからうなぎですね。はい、いいですね。名店が2つ並んでおります。そうですか、野豊さんに、それから大国屋さん、はい、はい、そして次のページお願いします。はい、次のページはですね、お肉、皆さんも大好きですね。はい、ヒロさん自慢のですね、今回お肉が出ております。あとはですね、こういった単語テーブルさんが出されてるこだわったソーセージだったりとか、 あとはですね、私よくいただきます。本当ですか、ありがとうございます。あとはですね、こちらスイーツです。スイーツも充実させてデザートまで、はい、はい、ございまして、であとはお米買いに行くのがちょっとなっていう方もあります。重たいし、そうですよね、そういった時に便利に使っていただいたりだとか、はい、あとはこちらたまに榊買う忘れたとか、あります、あります。あとは歓送迎会とかが出てくるので、はい、わかりました。これからいりますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。